コンバッチ8チャンネル始めていきます。今日はサクサクセスで気まぐれ選手作っていきたいと思います。今回は天才投手作成、左投げ左打ちの投手、フォームはマグロくん、好きな球団は日の輪くんから全開狙いで広島でやっていきたいと思います。ということで天才カードとヒーリングカード、この2枚で頑張りましょう。はい、ではやっていこう。ドン。星144強いよ。お強い。そして、くさみちゃん。うぃ、こんにちは。ナイス。内角攻め。で、まあ、球速はありがたいんだが、やる気がちょっちないと。やる気がないんですか。うまっ。やる気じゃねえよ。変化球。変化球がないのがちょっともったいないけども、取れるところは取っていく。で、球速を上げていく。ああ、そしたらこうだね。いいよ、ヒーリング。いいよ、ヒーリング。オッケー、ステージ終了。上げていきましょう。で、今日ね、お話ししようと思ってる内容なんですけども、新年、まあ、一発目になるかな、公開収録、やっていまして、まあ、新年のね、お話を。していこうかなと思います。皆さん、初夢は見ましたか？初夢ね、僕はね、見ちゃったんです。で、まあ忘れないようにメモ、取ってるんですけども、初夢ね、なんとね、喧嘩してる夢を見ました。うんま。ただやる気、いや変化球なんだよね。変化球が欲しいんだよね。で、喧嘩してる夢ね、悪いように思うでしょ？うまーい。で、変化球ね。変化球ちょうだい。で、喧嘩してる夢っていうのは、年末、そうだな、1週間ないぐらいかな、5日間ぐらい連続で見てて、初夢もね、またね、喧嘩してる夢だったんですよ。なんか、なんだったかな、タピオカ屋さんではないんだけど、何かに行列で並んでて、割り込みされて、割り込みされたのに怒って、わー、やる気ったー。喧嘩するっていう。うん。一般の、まあ、全く知らない人と喧嘩するっていう夢を見たんですけど、これ、シャッフル、どうしよっかな。赤、3つ。赤3つか。いや、行こう。赤3つの方がうめえ。絶対変化球。じゃあ、回復と宝箱2つの方が美味しいだろう。野球超人伝。喧嘩する夢、悪いと思ったら、全くそんなことなくて、逆に、ナイス。逆夢っていう、まあ、読み方があってなんかわかんないんだけど、逆夢っていう、逆に、いい運気になる夢らしくて、ちょっとね、それも見て、確かに年末、運良かったなって、全体的に運良かったなって思ってて、だって、これ、会えないな、やめよう。帰ろう。すごいね、運気が良かったんですよ。で、まだね、動画投稿は多分してないと思うんですけど、なんとね、パネル転生のね、動画。しかも年末一番最後よ。10時半ぐらいに、パネル転生動画を撮ってしまった。クリアしてしまった。やべえ選手できたんで、お楽しみに。これ逃げられたくねえなぁ。いやでもこれシャッフルしたら箱ももったいないか。やめた。OK、ナイス。回復して、これコントロール。コントロール嫌だね。コントロール嫌なので。うわー、ヒーリング。ヒーリング落とした。まあ、この辺行って、コントロール回避ですよね。知ってた。出るよね。出ますよね。変化球くれ、変化球。さあ、ラストかな？第2スット。あー、これ、あー、どうしよっかな。これ、球速特化で、シャッフルして、で、いいんじゃね？もう、第2スットいらんでしょ。いるかい？いや、いらんやろ。せい。ほい。赤消す、うま。で、カレンさん、これは下に来るんで、オッケー。青馬。
あー、変化球出たか。出たか。野球超人で2発目。ナイス。うま。いや、運気あるよ。運気しかないよ。さあ、カレンさん。野球マン。いやー、ナイス。コントロールかい。コントロールかい。変化球、右上にはないね。あー、いい。で、シャッフルもそこに、2つそこに固まってるのであれば、下側はないから。うわぁ、このハテナだな。まあ、箱取って、いい順で、逃げ対強、まっすら。いいじゃん。まっすら。で、これいけるかな ?1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14。うわ、完璧、完璧。ここで減少さえ引かなければ。焼きマン来ないかな？焼きマンさん、こんにちはしない？来ないんかい？うわー、とっかます。うえー、曲がってきたのに後ろ追いかい。くっそー。これは悔しいね。もったいないね。コントロールが欲しいっていうよりかは、もう、やる気と回復が欲しかった。てい。うわ、待て。待ってくれー。押さえ投手かい。行ったわ。はい。はい。で、1、2。で、終わりだもんな。いやー、なくなるんかい。いかがでしょうか。最後の最後の能力シャッフル。まあ、それでもね、いい選手になったと思うんで、今日はね、先発ではなく、中継ぎ。いや、抑えでいこうかな。それでは、名前設定、行ってきましょう。はい、名前設定しきました。名前。星527から、コツナちゃんという名前になりました。いかがだったでしょうか？基本能力162キロのコントロール S100。変化球がなかなか出てこなかったのは痛かったんですが、野球超人伝2発は神引き。特殊能力もいいので、オートペナント期待して回してみましょう。はい、1年間オートペナント回してきました。結果はこちら。防御率 1.76。 この能力でよく頑張ったんではないでしょうか。1点台ということでね、見ていくと66イニング投げて、なんと52セーブ。やばくない？50セーブを超えたよ。広島2位でした。で、今回2勝3敗の、まあ、勝率は4割と、52セーブね、すげえびっくりして、順位表ね、見たら、広島2位だったんですけども、見てください。この順位表。なんとセリーグ。阪神だけが借金です。他5チームは全部プラス。で、阪神さんが全て借金を抱えてくれました。ってことでね、すごい結果になったと。で、今回は84奪三振の 11.3 の奪三振率。そして15フォアボール。まあ、ちょっとこれ多いかな。コントロール S100 だもんね。で、あとの数字はこんな感じで、KBB が 5.60 と。で、そう、阪神さんが借金圧倒的だったんですけども、なんとね、防御率、1位2位が西さん、青柳さんと。この防御率2人がいてさ、ダントツの最下位借金チームって、かわいそうですよね。打てなかったのか、他が悪かったのか、何だったんでしょうか。ということで、今回のコツナちゃん、取ったタイトルはこちら。最多セーブ、新人王の合計2つでした。いかがだったでしょうか？ぜひぜひダウンロードお願いいたします。ということで、バイバッチ。